こんにちは。転売アカデミー、ウルヒデオです。今日は海外発送におすすめの段ボール、eBay とかね、Amazon なんかでおすすめの段ボールが見つかったんで、そのご紹介です。なんとですね、サイズが変えられる段ボール。底が B5 の大きさで、高さがこういうふうに3段階に変えられる切り込みが最初から入ってると。で、小さい切り込みにしたときはね、こう横を折って、スペースを埋めるにも使えると。これかなり、使い勝手がいい段ボールだと思います。サイズをいろいろ揃えるとね、場所も食っちゃうし、金額がかかるんで、なかなか使いにくいんですけど、これね、B5 で、こういうふうにね、高さが変えられると3段階になってます。大きめのもんだったら、そのまま使って、ちっちゃめのフィギュアだったら、一段低くするとか、そういうふうにして使えます。これね、結構おすすめなんでお試しください。で、楽天だとね、たくさん、来ます。ね、たくさん来て、一個一個は安く買えると。で、Amazon だと、10枚単位、少しの量ですけど、それに対して送料かかるんで、ちょっと、割高と。そうは言ってもね、これ、ホームセンターとかで買う、あるいは、ヤマト運輸とか郵便局で買うよりは全然安いんで、おすすめです。どちらかでお買いになって試してみてください。他ね、プチプチこれね、安いやつで、関東なら送料無料っていうのもありました。で、これどういうふうにね、プチプチとこの段ボール使うかっていうと、EMS の料金表を見てですね、その EMS の料金表で、区切れ目、305グラムとかいう場合はね、この耳を切ってね、軽くすると。で、その分重さがないね、プチプチで、動かないようにするとか、そういうふうにしてください。で、305グラムでと300グラムだとね、上がりがちっちゃいとこだとあんま変わんないですけど、20キロ超えてくるとかね、10キロ超えてくるとかってなると、刻みが1キロ刻みとかで大きくなってくるんで、そうなるとね、20.1キロ、ね、100グラム少なくすれば、20キロで収まるのに、100グラム超えちゃうといった場合ね、1100円変わってきます。アメリカとかオーストラリアに送るんだと。これ大きいんでですね、海外発送の時はこの重さを測って区切れ目になったらね、これ後回しでいいかなと。例えば FBA 納品だったらこれ後回しでいいかなって感じでしょうし、eBay とかね、Amazon で個別の発送だったら、これ梱包材をですね、ちょっと工夫しようと。あるいはどうせ重くなっちゃうからね、じゃあお土産とちょっとね、チラシでも入れちゃおうかなとか、そういうふうに工夫してください。これね、郵便局の梱包の準備、そして梱包の注意点とかありまして、ざっと言ってさっきの段ボール、それからプチプチとカッター、それから、ガムテープ、そして測りというあたりが、梱包するんだと揃えておいた方がいいかなというような商品です。これね、それぞれ、測りも、テープも、カッターも、段ボールも、プチプチも全部おすすめのもの載せてますんで、どんなもの使ったらいいかわかんない、あるいはね、いいの探してるという方は、これを参考にしてお買い求めください。またね、個別の梱包の仕方とか、わからない点ありましたら、お気軽にご相談ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。